ヘルプマークは義足や人工関節を使用している患者、内部障害や難病の患者、または妊娠初期の人等援助や配慮を必要としていることが外見ではわからない人々が周りに配慮を必要なことを知らせることで援助を得やすくなるよう作成された東京都によるピクトグラムである。文京区ではヘルプマークのピクトグラムをデザインしたヘルプカードを身体障害者、 知的障害者、精神障害者及び難病患者等の障害のある人を対象に配布するといった活用もされている。著作権は東京都に帰属し、商標登録されている。ヘルプマークの趣旨に合致すれば作成、活用することが認められているが、寸法や比率を含めてガイドラインに従う必要がある。東京都によるヘルプマーク。人工関節を使用している。 東京都議会議員、参加明美の質疑、提案で東京都が考案、開発したマークであり、デザインは日本グラフィックデザイナー協会が協力した。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としている人。東京都では対象者に対し、次の場所で無料配布している。 都営地下鉄各駅駅務室、定期券販売所、都営バス各営業所、荒川電車営業所、日暮里、トンネリライナー駅無室、ゆりかもめ駅務室、玉都市モノレール駅務室、東京都心新障害者福祉センター車両内等の優先席にステッカーを表示、都営地下鉄、都営バス、都電荒川線、日暮里、トンネリライナー、ゆりかもめ、玉モノレール、 2018年時点では、京都府、和歌山県、徳島県、青森県、奈良県、神奈川県、滋賀県,県、大阪府、岐阜県、栃木県、広島県、北海道、秋田県、愛媛県、島根県、兵庫県、鳥取県、静岡県、長野県でも実施されている。2019年8月28日現在、東京都、京都府、和歌山県、徳島県、 青森県、奈良県、神奈川県、滋賀県、大阪府、岐阜県、栃木県、広島県、北海道、秋田県、愛媛県、島根県、兵庫県、鳥取県、静岡県、山梨県、三重県、香川県、長崎県、宮崎県、佐賀県、富山県、長野県、高知県、愛知県、埼玉県、岩手県、山形県、沖縄県、福島県、 宮城県、山口県、石川県、茨城県、新潟県、群馬県、千葉県で実施されている。ヘルプマークのデザインを用いて、東京都標準様式のヘルプカードの普及が図られている。ヘルプカードには、緊急連絡先や必要な支援内容などが記載され、障害のある人などが災害時や日常生活の中で困った時、周りに、 理解や支援を求めるためのものである。東京都に続き、福岡県もヘルプカードを導入し啓発、普及に努めている。広島県では、県独自の取り組み、アイサポート運動の一環としても配布されており、例えば県から交付される障害者手帳カバーの最終ページに、二つ折りのカードを挟み込むスペースがある。ヘルプマークが作成される前には、見えない障害ワッジが見えない。 障害の啓発目的を含めて全国に広がった。これは自己免疫疾患を発症した女性が病気の苦しさについて書いたツイッターに対して支援を申し出た人たちの議論の末に作成され、2011年から販売されている。透明なリボンの形をしており、当事者用と啓発用がある。これに対してヘルプマークの利点はとてもよく目立つことだと述べられている。 ありがとうございます。